対避駅、対避駅とは、速達列車がより階の種別の列車を追い越すための設備、退避設備がある駅である。対比する列車が入線する副本線を退避線という。単線での対抗列車のすれ違いの場合は、対比ではなく、交換、または、行き違いと呼んで区別され、交換駅、行き違い駅、行き違い施設という。なお、対避機能を持つ。 信号場も存在する。信号場の記事を参照されたい。対比駅は、特急、快速などの速達列車が運転されている路線の大半に設けられている。対比の種類には、接続して追い越す、接続追越、待ち合わせと、通過して追い越す、通過追越、通過待ちの二つがある。追い越す列車と追い越される列車が、同時に駅に停車し、互いに接続して追い越すこと。 環球接続や相互接続とも呼ばれる。主に在来線、大都市近郊に大いで使われ、旅客向け案内として待ち合わせや連絡と呼ばれることもある。速達列車が停車しない駅から乗車し、退避駅で乗り継ぐことができる。双方の列車を同一ホームの対面に停車させる場合が多い。上位種別の列車が通過駅で普通列車を追い越すこと。 通過対比、環球分離とも言う。主に地下鉄や新幹線、有料特急列車の対比に使われ、旅客向け案内として、通過待ちと呼ばれることもある。東海道、山陽新幹線と北陸本線などで通過、通越ダイヤを組む駅が多いが、専門的な鉄道知識を持たない、一般客にとって、本線、副本線、対比線、通過線といった用語は、 馴染みが薄いため、便宜上、高速道路に例えて、追越車線、走行車線と紹介されることがある。また通常は、接続追い越しを行っている都市部の過密路線、特に JR 以外の大手民鉄の路線では、遠近分離や対比化能駅での相互発着の兼ね合いで、ラッシュ時のみ、通過追い越しとなっていることがある。 対比線には通常プラットホームが設置されるが、貨物列車や回送列車用の対比線を設置する場合は、ホームが設けられない場合もある。伏線で上下線ともに同一駅で向かい側に、乗り換え可能な形の対比を行うためには、原則的に、島式ホーム2面4000以上の設備が必要である。用地に余裕がない場合や、運転本数の少ない路線では2面3線の、 対比駅も多く見られるが、二面三線や折り返し列車がある場合には、乗客が別ホームでの乗り換えが必要な場合があり、対比線を上下で共用。この場合の対比線を特に抽選というする場合は、上下列車が同時に対比できないなどの運用上の制約が発生する。鉄道評論家の川島慶像は、実著で二面三線であり、抽選が両方向で使用可能な対比駅を、 国鉄型配線および JR 型配線と呼んでいる。国鉄の対比駅でよく用いられた建設費用を抑えることができるメリットがある。私鉄ではあまり見られない対比駅である。JR 発足後、2面3線から2面4線への改良が行われた駅がある。2面3線であっても、中線を上下両方向のホームで挟み込むような構造で、 疑似的な二面四線都市、同一方向の列車に、同一ホームで乗車できるようになっている駅もある、神戸市の阪急神戸三宮駅や新海駅、阪急、阪神乗り場など。ただし、あくまでも疑似的なものなので、運用上の制約は受けやすい。しかし、かつて、東京都営地下鉄の岩本町駅で行われたように、退避する列車が本線に停車し、 速い列車が抽選を走行することによって、抽選の占有時間を減らし、運用上の制約を軽減させることもできる。速い列車が停車、通過するための占有時間は、退避する列車が停車する占有時間よりも圧倒的に短いからである。通過退避においては、優等列車の通過線にホームを設置しない、通過退避専用駅とすることにより建設費を安く、できるが、 列車ごとの乗り継ぎは不便になる。構造上は、接続追い越しが可能な駅で行うことも多い。接続対比を前提に建設されたものの、通過対比しか行われなくなった駅では、ホームの通過線側に、柵やロープを設置していることもある。新幹線の場合は駅における通過速度が高いため、利用客が列車が作る風に煽られないよう、多くの駅でホームが 通過線に面さないように作られている。また、新幹線が通過する駅でも、地形情勢薬を受けて、新幹線がホームに面した線を通過する駅の場合、利用客が風の影響を受けない位置に安全策を設けていて、車両の乗降時以外には入れないようになっている。二面二線の新幹線型のほか、三島駅、東海道新幹線や不正駅、近鉄大阪線、 近鉄奈良線などの一面二線、通過線が外側にあるもある。JR 西日本のアーバンネットワークの兵庫県内の場合は、加古川駅や芦屋駅のように、新快速、普通列車相互の接続が主体であるが、須磨駅では快速と普通が接続する。JR 神戸駅では一番線と新快速ホームとの連絡は階段を使う。JR 三宮駅でも新快速。 普通の接続があるが、複々線のため追い越しは行わない。京阪神地区では、対比駅において、通過、接続待ちする列車は、車内保温のためドア横の開閉ボタンで乗り降りする。阪神でも普通列車新型車両5700、京においても、同様の措置が取られるようにな。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。